ノマドはクリエイティブが製造販売を行っているデジタルオーディオプレイヤーのシリーズ。フラッシュメモリ記録型からマイクロドライブ記録型までラインナップが豊富。特に1インチのマイクロドライブを他社に先駆けてデジタルオーディオプレイヤーに採用しデジタルオーディオプレイヤーを流行させるきっかけにもなった。ノマドとスマートメディアノマド2フラッシュメモリモデル及び マイクロドライブのモデルを有するブランドで USB マスストレージ対応でエクスプローラーから直接曲を転送できるのが特徴である。後にムーボシリーズとして独立。ノマドジュークボックス HDD を搭載したシリーズで全に引き継がれた。音楽ファイル転送時には基本的に専用のソフトが必要なのが特徴である。全エクストラマイクロドライブの発売当時、需要が 限定的なため効果だった。対して、本製品のマイクロドライブ搭載モデルは、マイクロドライブ単体よりも安価に入手できたため、筐体から取り外すために購入するという行為が問題視された。特にムーボーニの 4GB モデルが発売された当時には、マイクロドライブを取り外した後の外装部分が大量にオークションに出回ることになった。これは、マイクロドライブを デジタルカメラ等で使用するのが目的だったため、バッテリーケース内にある一つのネジの真上に、製品の開封防止ステッカーという小さい円形のステッカーを貼る対策が施された。分解を行うためには、このステッカーを剥がして、ドライバーでネジを回す必要があり、これを行うと、一切のメーカーサポートが受けられなくなるという契約が込められた。しかし最初からオーディオとしての利用目的ではなく、 デジタルカメラへの流用を目的で購入したものは気にすることなく、このステッカーを剥がして分解して取り出していた。このことを、歌詞の廃棄が社会問題化した1970年代前半の仮面ライダースナックや1980年代後半から1990年代前半までのビックリマンチョコ、果ては2010年代の AKB 商法になぞらえる向きもあった。高期ロットでは、 デジタルカメラでは使用できないタイプのドライブが搭載されるようになった。ありがとうございます。